どうもめっちゃめっちゃメッセージです。はい、ということで、ね、今日も話していきます。はい、今日はね、まあ、平方ボーイズのね、もう指導がもう全くないということでね、今日も話していきたいんですけど、これはガチで、もう平方って、もういきなり話しますけどね、あの平方ってほんまに野球は教えないんですよ。これリアルな話、もう野球来ないし、もうバーって、あのね、野球を教えないってどういうことかっていうと、こうやって打ちなさいとか、こうやったらいいですよっていうのが全くないです、正直な話。これはガチで、だからね、こう月3万払って土日だけで指導が全くないんですよ。言うたらいいバッティングセンターに来てるっていうだけなんですよ。で、これはじゃあなんであんな馬なんねんって思うでしょ。これがやっぱね、正直な話ね、平方の、まあ褒めてまいますけど、そのけなしてるわけじゃないですけど、やっぱすごいのは、あの参考になる選手が多すぎるってところなんですよ。だから言うたらもうみんなで言うたら、そのサイクルに言うたらモノマネを続けていくんですよ。だからこうね、みんなが上手くなっていくんですよ。やっぱ、あ、これはこうなんや。だからその先輩を見たら大体答えがあるんで、模範解答がずっとあるんですよ。だからこうね、平方は全然野球を教えないんですよ。だからこれはね、結構、なんていうんですかね、比較したいんですけど、やっぱ大阪開成は逆にめちゃくちゃ教えるんですよ。もう打ち方はこうとか言って、もうだからめっちゃ強制されて、もうこのスイングじゃないとあかんとか、引っ掛けはあかんとか、流し打ちなんで試合に出られないみたいな、いっぱいあるんですけど、でもやっぱね、一番このそういう形とかにこだわらないとあかんのって、絶対そのバッティングはもうセンスじゃないですか、正直な話。もうこれ極論で言うと、でもやっぱその守備ってやっぱねあるんですよ。やっぱその守備の違いって、なんかこう独特な、ね、なんていうんですかね、チャラい系の守備と、よく言われる守備がチャラいっていうやつと、ほんで逆に言えば、あの堅実なやつの守備っていうのを自分は両方経験したから分かるんですけど、やっぱその結局どっちがいいねんっていうのはないんですけど、あのそういう守備の指導の違いについてね、ちょっとまあニッチですけど、まあなんか分かる人は分かるかなってことで話していきます。まずね、平方のね守備、自分は内野手ですけど、まあ、どう教えられんねんっていうと、まあ、平方のね人ってね、まあよくもう見たら分かると思うんですけど、守備がチャラいんですよ。で、まあこれね、もうナンみたいなね色してますけど、これね、もう僕のグローブで、で、これまず、教えていきます。ほんで、まず、平方の、まず、守備っていうのは、教えられるのは1個だけです。ここで、こうね、こう、円を描いて、こう円を描いて、で、三角形ね、こう、こう下げるじゃないですか。これ下げたこの三角形の真ん中、手伸ばしたところで、取れっていうあれなんですよ。で、これはね、こう、手を巻き取ってもダメなんですよ。こう、手伸ばしたら、こう、目線が入るということでね、こういうあれなんですけど、もうそれが教えられないんですよ。ほんで、あとはかっこよくなんで、もう言ったら、ジャンピングスロー。とか、ほんで逆にヘッドスライディングしたらダメなんですよ。だからこれが平方の守備です。で、だから、なんていうんですかね、平方の守備って、だからチャラいんですよ。だからこう、なんていうんですかね、自分がこう、大阪開成とかものすごい厳しい、基本のチームと真逆な守備をしとったんで、やっぱそれで思ったのは、だから結局、なんていうんですかね、細かいイレギュラーとかには対応しにくいんですよ、やっぱこういう守備って。で、やっぱこう、なんていうんですかね、こうほんまにチャラいっていう守備なんで、ちょっとこう正面のゴロとかエラーしがちになりやすいのがこの守備なんです。いわゆるボーイズリーガーの守備です。が、平方です。だからこの後にね、やっぱそういう守備をする高校って言えば、まあ、修学館はもちろんそうですし、やっぱその守備で、その堅実ってよりかは結構派手なプレーをするチーム。で、他も、まあ、福知山整備とかもそうですね、やっぱその平方系統のチームは多いですけど、東海大系列も結構ね、チャラめの、野球をしてるようなイメージがあります。はい、だから結構そのチャラい守備のチームって結構明秀日立とかもめっちゃチャラかったですね、守備が。で、逆に言えばその堅実で、大阪開成ってめっちゃね、こうもともとね、これがすごいのは、ピッチャーがセット入ってる間はもう座らないとダメなんですよ。守備中座ってるんですよ。これなんか動画見たら分かると思うんですよ。で、座ってそこからこう、ね、打点を低く合わせる、まあそれはね、あんまいい意味はどうか分かんないんですけど、まあそれをやらされて、で、よく言うのが、大阪にしてもいいの、めっちゃ基本なんですよ。言ったらヘッドスライディングダメ。ほんで、じゃヘッドスライディングしろ。ほんで、ジャンピングスローダメ。ランニングスローダメなんで、ものすごい昭和野球なんですけど、やっぱね、そっちの方が、やっぱこう、また割って取る方が、自分もね、最初、この方が遅いやんって思ってたんですけど、やっぱりなんていうんですかね、最終、もうどっちか迷った時に、やっぱこの基本やったら最後対処できるっていうのがあるので、やっぱそのね、基本をね、やっぱね、しっかりしてる。のがやっぱ大阪開成やなっていうのは、もうめっちゃ大阪開成とか、まあ言うたらその基本ができるし、だからこの高校とかでやっぱその基本ができるし、基本がめっちゃしてるチームって言ったらあんまり派手に見えないんですよ。
だからそのファインプレー集とかではあんまりなんかバーって取り上げられないんですけど、やっぱもう見る人が見たらね、だから自分とかそんな守備とか上手ないんですけど、やっぱそういう変えられたりしたら、やっぱ前も言いましたけど、やっぱダイエットでもそうじゃないですか。やっぱデブなやつがスタイルいいためにした方が、もともとスタイルいいやつよりやっぱその理論があるじゃないですか。あ、こうこうこうやから痩せれてんなみたいな、なんか難しいな今の例えで言うと。だから何でしょう、今言ったその野球で例えたら、やっぱその自分はバッティング全く分かんないんですよ。なんで打ててるか分かんないんで、なんでその全然打ててないですけど、なんでヒットになったかも分かんないんですけど、やっぱこうもともと全然バッティング悪い人がこうバッティング良くなったら、あ、こいつはここがこう入ってるから打てんねやってのが分かるんですよ。だから自分はそれの守備版で、やっぱそのチャラい守備からそのもともとの丁寧な守備、丁寧なその堅実な守備になったんで、やっぱそれのね、やっぱこう守備を見とっても、やっぱその堅実なチームとかはほんまにその出ない、あんまりそのメディアとかにはあんまりそのね出ないんですよ。その好プレー集、ファインプレー集とかであんな見てもねしゃあないんですけど、やっぱそのね、でもめちゃくちゃだから明徳義塾とかもめちゃくちゃこう堅実じゃないですか。で、広陵の内野手とか見てください、めちゃくちゃ堅実なんで。だからああいう守備をこう見とったら、やっぱね、こう中学校のチャラい守備からやっぱ高校のそれ中学館とかの守備が下手くそっていうんじゃなくて、やっぱその方がやっぱなんか自分は強ですけど、やっぱそっちのね、宗教じゃないんで、そっち教によるんですけど、やっぱそっちの方がやっぱ自分が両方やった経験上、やっぱそっちの方がいいかなって思います。だからその中で堅実な中にチャラいのを入れるのがやっぱね、党員なんですよ。党員の守備ってほんまにあんな雑くバッて見えますけど、ものすごいこう股の割り方とか入り方とかものすごい綺麗なんですよ。だからね、なんか智弁和歌山と試合の時にショートがね、こうバーってエラーでなんかこう2点で負けたみたいになってるんですけど、もうあれなんかもう正直内野やってるやつからしたらもうあれしかないんですよ。ほんであれで取られんかったらもう仕方ないっていうあれなんで、だからなんかあれをなんかエラーって表すのはほんまなんか内野手ってほんまなんか苦しいなって思います。ましてやショート、サード、セカンドで、やっぱこう一発弾いたらもう終わりじゃないですか。で、もう内野手から見たら今のはしゃあないみたいなことがあるんで、まあ、当院のね、子をかばうわけでもないんですけど、やっぱでもあれをこうエラーっていうのだから決めつけるのもダメですけどね、あれはエラーではないです。で、これをね、だからあんま何言ってんねんみたいな感じで思うでしょ、この守備なんて。じゃあどうやったらその入れんねんとかはあんまね、これまたね、その自分が野球教えるのあんまり好きじゃないんで、あんま野球も別にね、野球 YouTuber ですけど、あんま野球に対してあんまいい思いしてないんで、そのね、あんまりその教えたりとかは嫌なんですけど、でもね、やっぱね、一番違うと思うのは、プロ野球選手で、坂本選手とか、坂本選手はまあまあですけど、やっぱ、源田選手とかのやっぱ守備とかを見とったら、間といい、この基本の入り方といいのをすごく参考にしたらいいと思います。はい。だからやっぱこうね、小園選手もやっぱこう高校時代はやっぱそのね、守備がこう雑って言われとったじゃないですか。あとこう、でもやっぱこう、やっぱプロ行ったらやっぱその基本も入って、だからもう今、ものすごい守備がえぐいなって思います。なんかこう、パパーンっていう雑さじゃなくて、このちょっと股も、こう、まあもあり、パパーンなんで今、おうわ、えぐいなっていうのがもうものすごい印象的です。はい。ということで、ね、このね、枚方ボーイズと大阪会社はもう教えられる、守備編ですけど、守備もこんだけ、なんていうんですかね、決まりがちゃうねんぞっていうのを話しました。それじゃあ、見たってないね、稼いよかってね。で、こうやってね、ちょっと熱く語りました。はい、ということでね、また皆さん、チャンネル登録。まあ、もうそろそろもう一番狙っちゃおうかなということで、もう頑張っていくので、ちょっと投稿増えますけど、落ち着いてください。お疲れ。